はい、どうもサントリーマスターの神山北本です。今日はですね、カンターレ製作者が演奏するあいうえお順をですね、第2弾ということでね、この間が、ということでね、何でしたっけ、愛さんさんがありましてね、これいいですね、このね、まあ、いろんな、まあ、いいありますね、ね、あのジブリのね、命の、何でしたっけ、いつも何度でもとかね、非常に皆さん好きですよね、という中で今日はね、いい日旅立ちを吹いてみたいと思いますので、ぜひ聴いてみてください。ちなみにですね、今日使うのは、森のカンターレの、これは GR の方ですね。ですから、まあ、少し柔らかいというかね、音が太い感じで聞いてみてください。という感じでね、まあ、いい日旅立ちも、オカリナではね、よく吹かれると思うんですけどね、まあ、これはフラット一つにプラス臨時記号という感じなんですけども、まあ、僕は今回 4C で吹いたんですけども、これサマイフとかでもね、すごく綺麗にいくと思います。で、まあ、まあ、フラット1個で、書いた場合ですね、最初がラーから始まるので、そのラーをね、綺麗に取るっていうことが、一番重要かなと思います。あとはすごくね、滑らかに、この曲も吹いていただきたいですね。あんまりブツブツ切るよりはね。うん、ですから最初のラーですね。この8分音符をね、あんまりガツッと入れないことですね。こういっちゃうとね、なんかこう、うん、うまく旅立ってないなって形になっちゃうんで、こんな感じね。そこから伸びやかに、という形でね、最初の入りを気をつけていただけるとね、すごく、時間、まあ、特にね、僕なんかは俺の吹く場合は GR とかでね、こう包容力があってね、吹くとすごくいいかなと思いますのでね、ぜひ皆さん、いい日旅立ち吹いてみてください。うん、という感じでね、まあ、この間が、あ、そして今年が、あ、今回が、い、次が、うですよね。うは何にしましょうね。うん。ぜひ、右行で、右行じゃねえな、右でお会いいたしましょう。